皆さんこんにちは。Bonjour à tous. Aujourd'hui, je suis venue à Odaiba avec mes amis et mes enfants. Alors, je vous montre une petite journée sur Odaiba. C'est parti!Donc pour venir à Odaiba, il faut prendre le petit train qui s'appelle Yurikamome. Voilà, on passe à l'extérieur, on voit le port, on arrive. こうしてお台場についてダイバーシティ東京の中で今日はうんこミュージアムっていうイベントがあるということだったのでまず入っていきました、ね、そのイベントに行く前にですねまずフードコートでご飯を食べてからデザートにこのお店でなんかレインボーわたあめかなみたいなものを子供にですねせがまれまして行列して買っています。でこんな感じですんごい大きい綿飴がね出来上がりました。今すごーい大きいねー。なんかバイポイントじゃない。じゃあちゃんとこれは写真撮ろう。ピンクだから。かわいいかわいいかわいい。はい撮るよー。はいママも入っていい？ママも一枚撮りたい。ママ。お写真撮らせて。ダメなの？じゃあもういいの？ YouTuber できなかったけど。おいしい？よかったね。それでいいのね。はい。楽しいね。着きました。うんこミュージアム東京、うんこウルタカーミュージアム東京です。じゃあ行こう。レッツゴー。で、入ってすぐうんこをしてうんこをゲットしてから中を見てみたんですけど本当にたくさん子供とか家族連れもたくさんいてなんか不思議な感じでした。テーマがうんこなんだけどともかく可愛いうんこっていうのがテーマだったみたいで例えばこのケーキとかもう可愛いデコレーションケーキピンクのお部屋の中でともかく女の子が大好きな可愛いピンクカラフルがもう詰まったイベントでした。落ちているねうんこをたくさん拾ってうちの一番下の子供もとっても楽しんでました。はい、ボール拾ったりうんこ拾ったり楽しんでました。ビデオだよ。